やれやれ。この交差点に4つもあるのに、どこもかしこも電話ボックスだらけ。手にうろちょろするな、キサラギ。ねえねえ、この頃ってみんなスマホ持ってないんでしょ？信じらない。どうやって連絡取り合うの？うわ、何あれ、極めつけ髪型すんごい。ああ、ダメ、笑う。何それ、リーゼントっての？昭和おかしい。何笑ってんだ、あ？笑うでしょ、それ。お前喧嘩売ってんのか？ダメ、笑う。何それ、リーゼントっての？昭和おかしい。何笑、あ？笑うでしょ、それ。お前喧嘩売ってんのか？君、すまない。この子はその、少し人とずれててね。ちょっと、変人扱い？言ってくれ、後でよく言い含めておく。変な奴ら、たくもなくそあり。面倒を起こすな。この時代の理解者の協力で、我々はここに受け入れられている。我々は異質な難民ということを忘れるな。私たちを保護する理解者、軍事企業の敷島でしょ。彼らが欲しいのは未来の技術だけだわ。利用されてんじゃないの？君はそこまで知らなくていい。2025年でもニュースで見た会社だ。冷蔵庫からミサイルまで作ってる大企業で、世界中に工場があるとか。桜高校、場所は知っているな。君には同じ学校に通ってもらう。同じじゃない。通ってる子たちはママより年上よ。ここじゃない、私の学校は2025年だよ。2025年では私は来月16歳になる。でも私がいるこの場所は1985年。私は一体何歳扱いになるわけ？元の場所に戻してよ。説明したはずだ、世界は壊滅したと。もしそれが本当なら、ママとパパも助けに戻らないと。戻っても誰もいない。もう手遅れなんだ。時間転移の許可は下りない。それもあいつらの命令？私を勝手にここへ連れてきて、そっちの言葉だけ信じろっていうの？そうだ、我々と退避できた君は少なくとも幸運だ。
この目で見てもいないのに滅びました。はいそうですかと信じられるもんですか。この様子じゃ拝み倒しても元の時代に戻してくれそうもないし、こいつらとの交渉材料が必要ね。何か弱みみたいな。こちらが正式に説明するまで勝手な行動はもちろん目立ってもいけない。ともかく君は学校に通うんだ。わかったね。敷島は明治期の動乱に政商として財を成した財閥、就職先人気企業ランキングに常に関連企業の名前が並ぶ。敷島重工は明治に造船所として始まり、後に航空機事業と合併、戦時には兵器製造を中心に発展した。戦後は家電からロケットまで製造する。敷島関連企業の一翼で世界的な機械メーカーだ。2025年では私は来月16歳になる。でも私がいるこの場所は1985年。私は一体何歳扱いになるわけ。私のいた時代は滅んでしまった。この目で見るまでは信じられるもんですか。奴らの弱みを見つけて私の時代に戻るのよ。うさみちゃん、そんなにたくさん何の本借りたの。ねえ、その本見てもいい。面白いもんじゃないよ。ちょっとだけ。どれどれ。会社指揮法、企業案内に経済誌も。うさみちゃんすごい。キャリアウーマン目指してるの。いや、その大企業の弱みを握って操ったりできないかななんて思って。え、うさみちゃんやっぱり少し変わってる。ネットがあったらすぐなのに、本で情報集めんの大変よ。ネット？ああ、その大変よネットなんつって。図書館で資料を探して、敷島重工業についていろいろ調べても株主向けの情報ばかり。当たり前だけど弱みになりそうな情報なんて載ってない。美和子に聞いてもしょうがないけど、敷島重工って会社のことなんか知ってたりしない。敷島、船とか作ってる会社よね。私の幼なじみに確かお父さんが敷島に勤めてる子がいるよ。なんと。美和子、お願いがあるの。その子紹介して。いいよ。よし。大企業なんて中は大抵不正と改ざんだらけ。弱みに一歩近づいた。25年では、でも私がいる私は幼なじみって同じ学校だったのね。でも来ないね。待ち合わせ間違えてんじゃない。ううん、来たくないとか。ちゃんと伝えたし大丈夫、来るよ。約束は破らない子だから。よう、来てやったぜ。あの時のリーゼント頭。ちょっとこれどういうことなの。彼が
幼なじみの尾形念次君。嘘。で美和子どこにいんの。俺のこと好きって可愛い子ちゃん。え、あのその彼女うさみちゃん。あ、俺の頭にイチャモンつけたシンクシャじゃねえか。なんだそりゃ。だけど悪口なのはわかるぞ。ちょっと待って、なんて言って呼び出したの。話がある子がいるって。それでなんで告白だと思うの。アホじゃないの。なんだとこら。がっかりさせやがって。いやそれはこっちのセリフだ。喧嘩はダメだよ。いたいた。いないから探したじゃない。今のって、あれ、確かに今ここにいたのに。うさみちゃん、うさみちゃん。よかった、起きないから。死んじゃったかと思ったよ。何がどうなってんの。わかんないよ。何か光ったと思ったらこうなってて。見てて。大丈夫かリーゼント。俺は尾形念次だ。覚えとけチンクシャ。悪かったなリーゼント。私は如月富。変な呼び方すんな。この甘い。喧嘩してる場合じゃないよ。そこら中のビルが崩れてる。これってまるで攻撃されたんだ。何か知ってるの。一瞬のうちに街が破壊されてる。ピカッと光っただろう。核戦争が起きたんだ。核戦争。私たち学校にいたよね。でもここ街の方じゃない。そりゃ多分爆風でここまで飛ばされたんだ。やはりアホだったか。な、あんたならきっと核爆発にも耐えられるよ。じゃあこれは何が起きてんだよ。あ、ここってもしかして。核爆弾が落ちてたら放射能で死んじゃうよ。逃げなきゃまずいよ。落ち着け美和子。ここ欅町だ。え、本当だ。電柱の表示板。商店街の近くらへんね。なんだと。学校からだいぶあるじゃねえか。何が起こったかわからねえが、誰もいねえとこ見ると避難したんじゃねえか。何が起こって誰もいねえとこ避難したんじゃ。世界は壊滅した。コートはそう言ってた。まさかここは。じゃあみんなは、みんなはどこ行っちゃったの。美和子。パパ、ママ。何が起こったかは誰もいねえと避難したんじゃ。待って、何の音。
じゃねえよな。でかすぎる。いたようだ。ここは二人が知ってる街じゃない。壊れちゃって面影がないけど、多分ここは2025年って何言ってんだ。もともとこっちに住んでたの私。あんたから見たら未来人ってこと。うさみちゃん大変。奥にもう一人いたわ。